ことを言われた。上京しまして史上最年少13歳で現在でいう東大の医学部の方へ入学をしたわけです。そうして20歳で卒業されまして23歳の時にドイツの方へ約4年間ほど留学をしております。はい、お願いします。どうそれじゃあ一枚一枚剥がして乱走してご覧に出るよ。赤いものでしょう。水を絞って取るんよ、一枚一枚取るのは。ねえ、柔らかいものを取ったら破けるよ。これが水を絞ったもの。この蓋の下をちょっとかがんでご覧ください。ここで水を絞るの。はい、どうでしょう。そうしてこれを今から剥がして乾燥機に貼っていくの。お湯を沸かして蒸気で温度を上げてるから、焼ける心配はございません。乾燥すればこうして取っていくわけでございます。それじゃあ一枚ほど貼ってご覧に入れるよ。これを剥がして乾燥をすると、こういうわけよ。一枚一枚これを取って乾燥。シワにしないように、うまく貼って乾燥するわけでございます。鉄板の方に表の方を貼って、石シワしてございます。桑名藩のこれは、700年の伝統工芸でございます。桑名藩は代々のお殿様が、年貝の代わりに和紙をすくように奨励をしてきたというわけですね。この和紙を使いました素晴らしい製品が向こうの部屋にございます。ごゆっくり見てください。どうぞ。